客物語の真実。みんなやっぱさすが霊感のある人だなみたいな怖い話がいろいろ話されていって、ついにね、最後のお話です。警戒してるとこいけないで、バッてもう手筋が凍ったんですね。全員その状態になってたんで、もう一人の方が慌てて電気つけに行って、もう電気つけました。その瞬間にうわーって、そこまでいったの？マジ？え？ガチで？呪い、オーク、ポルターガイスト。この世には耳を疑うような話が数多く存在する。あなたはこの恐怖に耐えれるだろうか。本当にあったゾッとする話。本日の企画、はい、はい、はい、ぐらいは言わない。はいはいはい、もうすぐ30でしょ。もうすぐ29です。もうすぐ29でしょ。はい、それではやっていきたいと思います。はいはい、本日の企画は続行です。よっしゃ、来た続行は。前回めっちゃ怖かったもんね。前回はやばかった。マジでやばい。マジでやばかった。初の0と5が出たんで、はい、まだ見てない方もすぐに一旦この概要欄にあるその動画行ってみてください。続行はというのはね、もう大人気、うん、ST 史上一番人気のシリーズ企画でして、はい、視聴者さんからいただいてます実体験の怖い話を3つお話しさせていただきます。はい、早速ですが、続行はやっていきたいと思います。はい、はい、お願いします。一つ目のお話はカラオケのバイト。投稿者の方は男性でカラオケでバイトしていた時のお話。その方が働いていたカラオケ店での7階建てで、1階にフロントがあって、うん、あ、2階から7階がカラオケルーム。ああ、うん、よくあるよね、そういうカラオケね。っていうカラオケで、1階と2階は吹き抜けになってるらしいんですよ。はいはい。でも、その他は吹き抜けになってないんで、2階から7階まで行くには、まあ、エレベーターか外階段を使う必要がある。外階段の鍵をかけた場合、もうエレベーターしか使えませんよっていうのが、まあ大体らしいんですよね。このカラオケ自体も結構な曰くがいくつか存在していたみたいで、結構多いのが誰もいない時に限って2階から子供が走っている足音が聞こえるっていう。おー、なるほど。頻度やばいらしくて、怖いとかも通り過ぎて、バイト仲間同士でなんか今日も元気だなみたいな、そういう会話になっちゃうぐらいの頻度だ。すごいな。その日は投稿者の男性を含め4人でフロント、キッチン、ホールに分かれて締め作業を行っていたそうです。平日の暇な日だったこともあり、ホールとキッチンが早く終わり、残すは投稿者の男性のフロント締め作業だけという状況になったそうです。他の子を残すのは悪いと思った投稿者の方は、先に残りの従業員の方に上がってもらい、一人で締め作業を行っていたそうです。レジが閉め終わった後に、フロントの後ろに、まあ、扉のない控え室みたいのがあるらしくて、そこで報告書とか、そういうのをこうパタパタとやってましたと。その辺りから、足音が2階から頻発し始めると。100歩譲ってバイトの子かな、みたいな。うん、まあ、思っても、外階段鍵閉まってるから、うん、もうこれ開けないと入ってこないんで、もうちょっと違うのかなと。いつもは複数人音がするんだって。結構な人数、2、3人とかで走ってるような、バタ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 っていう音なんですけど、まあ、その日はパタ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 って、明らかに1人だったらしいんですよ。おー、はいはいはい。構造の話にちょっと戻るんですけど、1階と2階が吹き抜けなわけじゃん、うん、控え室があるわけじゃん、うん、その控え室の真上がちょうどその階段らへんなんだって、繋がってるっていう。あー、はい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 、うん、だから足音すると場所が大体わかるというか感じだったんですけど、まあ、そのバタバタっていう音が、まあ、一旦パタッてやんだんだって、うんうん、でそのタイミングで、あー、もうちょっと作業少々できるわみたいな、はい、感じで結構一気に加速させたらしいんですけど、次に聞こえた音がパタンっていう、それが2、3回聞こえて、どうやら2回走り回っているんじゃなくて降りてきてるんですよ。あー、さすがに降りてくることはなかったので、結構もうパニックっているというか、一瞬動けなくなるような状態になったらしくて、そのパタンパタンっていう音が途切れまして、その瞬間にもうイヤホン取り出して、はい、iPhone で音量爆音にして、こういう感じで、とりあえず怖いから、うん、休憩みたいな、
はい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 、で1曲分をずっとこうしてたらしいんです。1曲聴き終わってよしやるぞってなって、この控室見たら明らかに人間じゃない黒い何かがこっちを見てたんです。控室の入り口でこう、うわっ、でそこでこの方は気を失ったそうなんですよ。え体を揺すられて今目が覚めたと。目が覚めた頃にはもう朝の9時、早朝から朝の9時までどうやら意識を失っていたと。ことの経緯を話すんですけど、もう全然信じてくれないと。だけど霊感がちょっとアルポにお話をしたと。そしたらその子は信じてくれて、うん、多分店長の生き霊が見に来たんじゃないか。どうやらね、そのカラオケの店長さんが一時期ストーカー被害に遭われていたと。その店長がいない時には、まあ、その女性がもう確実に毎晩毎晩電話かけてきて、いるのかいないか確認みたいな。だからおそらく生き霊が多分覗きに来たんじゃないですかみたいな感じで話されて、鳥肌が止まらなかったらしいんですけど、今もそのバイトの店もあるらしいです。これ本人ヤバかったろうな。一人はヤバいよね。ヤバいよね。まあなんか話聞けてる感じは明らかに複数いるっていう、うん、でそれがみんな結構主張したがるっていうか、うん、まあ、そんな怖めのカラオケ店が知らずに入るのはちょっと怖いから。確かに怖いね。いやそうだね。二、うんうん、つ目のお話は客物語の真実。投稿者の方女性です。霊感が結構ある方みたいで、一時期は人間と霊の区別がついてないぐらい見えていたと。やば、まあ、がっつり系の人ですね。うわ、そのこともあってちょっと自分の身を守りたいなと、うん、思って住職さんの元に弟子入りしたみたいです。おお、なるほど。その護身術とか除霊とかいろいろ学んでいく中でさらにね体験する現象が増えていったと。そんな中で結構怖かったですっていうお話を紹介してると思います。やべえだろ絶対絶対やばいだろ。その方が高校生の時ですね、弟子入りしてたのが。その時に、まあ、その住職さんの、まあ、知り合いというかそこでつながった霊能者の方とか10人ぐらい一斉に集まって夏だし怖い話をしようみたいな会があったらしいんですよ。でそれで神社の、まあ、集会所に集まってそこで百物語が始まっていくわけなんですけど、投稿者の、ね、方も含めて未成年もちらほらいるということで昼から百物語が始まったと、うん、みんなやっぱさすが霊感のある人だなみたいな怖い話がいろいろ話されていって、ついにね最後のお話ですと。その話が終わったのが午後もう8時あたりは暗い状態、うん、100個目の階段が終わったんでろうそくの火を消したんですよ、うん、でファッと消したら真っ暗になるじゃないですか、うんうん、でみんな何もないよなみたいな、うん、まあ、やっぱ百物語100個行ったらやばいって、うんうん、言われてるんでみんなそれは知ってるんでこう真っ暗の中でも一応大丈夫かなみたいな感じで警戒したんですけど、うん、はいはいはい、警戒してるとこいきなりバッってもう手筋が凍ったんですって。全員その状態になってたんで、うん、もう一人の方が慌てて電気つけに行って、うん、電気つけました。何もなかったんですけど、まあ、一番最年長の方が外だと言った瞬間に全員の、まあまあ、注目が外に集まるわけですよ。うん、その瞬間に100体近くの霊がもう入ろうとしてるっていうか集会所に押し寄せてきてたみたいで、一人なんかどち狂ったのか分かんないですけどなんかそのドアを開けようとしだしたみたいで、でももうドアビクともしないでもう鍵も何もしないのに開かないってなるとさらにパニックになるわけですよ、うん、えってなるんで、うん、みんななんで開かないのってなってパニックになってて、そしたらいきなり電気が、ね、バーンって割れて、うん、真っ暗になっちゃったって、でさらにパニックになるわけです。女性たちはもう泣き叫んだみたいで、男の人たちももうちょっと叫びながらパニックの状態で、まあ、一人の方がろうそくに火をつけてその場収まったんですけど、いやちょっと待てよと、一人女性増えてるんです。もう全然その場にいなかった女性が一人もう増えてると、やばいやばい、入ってきてる、入ってきてるんですよね、うん、どうやら百物語のろうそくにはちょっと結界みたいな効果もあるみたいで、うん、それがパニックってる時に結界が壊れちゃったんだよ。あ、破れたんだ。そう、破れたという、うん、その女性が青いワンピース着てたみたいでスカートら辺をこう握りながらこれブツブツ言ってるらしいんですよ。うん、何曲か
ここから一人の男性がもうテンパってるんで、もうそこを除霊しようとして何か儀式を唱えようとしたの。はいはいはい、その瞬間に、うわーって、うわーって、もうガチでガチで、もしこう、その唱え始めると人に、ばーって、急に寄せかかって、あ、その人に、かみしめたの。うわ、やばっ。でもみんな助けに行こうとして、行くんだけど、全員この胃をガッてわしづかみされてるような痛みで、動けないんだって、他の人。えぇ、こんなんになって。でも男の人はもう首絞められてるから、ガチやばいと。力振り絞って、全員もう、除霊を始めたらしい。そしたらもう何の意味もなくないみたいで、もう気づいたらほとんど入ってきてたらしいんですよ。うわー、ラップもこんな状態ずっと鳴り響いてて、島にはもうろうそくとかも飛び始めたりして、地獄絵図みたいな状況になってきました。ほんとすいませんでしたみたいな感じでもう思ってたら、バッってドア開いて住職さんが入ってきてたらしいんですよ。正式な除霊をして、そのまま一旦収まったんですけど、住職さんにね、何があったのかっていうのを聞かれるわけですよ。しっかり怒られはしたけど、全員無事だったと。ただ、まあ、本当にこの程度で済んでよかったなと。まず場所が境内であること、手順が簡易的であったこと、これらの要因で、まあ、この程度で済んだと。百物語ってなんかその怖い話をして楽しむみたいな感じで伝わってるけど、本当は一種の高齢術なんだそうなんですよ。その真実を教えてくれたと。ろうそくの火を消していくじゃん、百物語って。1個消すたびに結界の威力はどんどん弱まっていくらしいんですよ。ああそうだ。で最後の1個を消した時には死の世界と、まあ、現実の世界が合体するというか、つながってしまうみたいな、まあ、意味があるみたいで、ガチガチに百物語やっていたとか、牛道時だったりしたら本当に取り返しつかないことになってたよっていうふうに言われたらしい。こんなんなってる時にもう 2,3 人気絶したらしいの。それが軽いだろ。いやいやマジで、本当の手順でやったら本当もう終わりなんだろう。やば、おっかな。なんかやばかった。いやなんか何聞こえたよね、こっちから今。うん、なんか俺のさ、これを真似してるみたいな感じになった。なんかね、じゃ結構音似てた。ガンみたいな感じ。それが軽いだろ。いやいやマジで、本当の手順でやったら本当もう終わりなんだろう。やばおっかな。本当の手順でやったら本当もう終わりなんだろう。やばおっかな。まあいいか、よくねえよ。よくはねえな。もうめっちゃ怖い。もう何回今疲れたけど、顔一番ねえじゃん。いい反応ありがとうね。除霊しようとして何か儀式を唱えようとしたの。はいはいはい。その瞬間にブワーッ、その瞬間にブワーッ、その瞬間にブワーッ。突然のそれマジでキツい。もう入っちゃってるから。そうだよね。いやそうだね。それでは本日最後のお話になります。うわもう最後か。もう今日なんか濃いわ。なんかいや濃いね本当に。3つ目のお話は嘘のような本当の話。20代の時に地元でいくつないヤバいって言われてる廃病院、まあ、地元の先輩2人と、まあ、合計3人で行くことになったと。地元の先輩2人は霊感が全くないんですけど、この投稿者の方は若干霊感があるみたいで、まあ、たまに霊が見えるというか、まあ、そういう感じでちょっと霊感があったと。車で1時間ほどかけてその廃病院に着きまして、着いて入り口でもう速攻でダンスの踏み入れたんだって。やばいよ。それ説明するけど、なわけねえだろみたいな。そりゃそうだ、信じないよね。いろいろ探索するわけじゃないですか。投稿者の方はもうずーっと寒気がしてる。ふとパッと後ろ見たらナスいるんですよ。いやもう、いやもう耐えらんないよ。もうそれはやばいな。まあそのセットを、まあ、3、4セットやったんですかね。まあ、ちらほら、まあ、進んでみる、進んでみるんで、まあ、毎回やるんですって。4回目ぐらいの時に気づいたことがあると。ずーっと20メートルの距離ぐらいを保ってるらしいんですよ。あーでもうそろそろ出ようかっていうふうに なって、先輩が「俺と終わるわと」と、うん、なったんですけど、まあ、その帰ろっかっていう会話した時にちょうど目の前に手術室があったんですって。おお、最後にここだけ行くぞみたいな感じになって手術室行ったら、もうくっそ荒れてんだって、めちゃめちゃ荒らされてるっていう、気持ち悪いなみたいな感じの会話しながら、早く帰りたい早く帰りたい投稿者の方は思ってますよ。でもね、先輩がとんでもないものを持ってきてしまいます。レントゲン写真です。うわー、やばいって。もうこのレントゲン写真持って帰ろうぜみたいな、もうやばさしかないコメントをされまして、渡されたらしいんですよ。
めちゃくちゃ嫌だけど怖めの先輩だし、嫌でって言えないというか、わかりましたっつって引き持って帰っちゃったらしいんですよ。深夜に行ったんですけども、まあ、家に着いて、まあ、3、4時ですよね、朝の、まあ、3人でテレビゲームをしていたと、テレビゲームをしていたところルルルルルル先輩に電話がかかってきた。全く知らない市外局番、別にお化けとかもそういう勘繰りとかもないレベルで普通にピッて、先輩出たと、そしたら、ね、先輩が気持ち悪いみたいな感じで反応してて、スピーカーにしたらしいんですよ。それまで何言ってるか分かんないからスピーカーにしたら分かるじゃん、これ何みたいな、会話してるんですけど、返してください。うわー、怖っ。いや、マジか。何みたいなこと言っても返してください。何セットも同じ回答しかしてこないなって、何言っても返してくださいだけ、気持ち悪いなみたいな感じで、そのまま切ったらしいんです、先輩が。後日判明したんですけど、察しの通り、市外局番、元々廃病院に使われてた番号。すげえ、マジで。で、これはやばいってなって、レントゲン写真戻しに行くことにしたんだって。先輩ん家までに持ってただけなのよ、投稿者の方。要はレントゲン写真をもう持ってたのは先輩なわけ。その人と別のもう一人の先輩とその投稿者の方でとりあえず病院に戻しに行ったと。で、まあ、その二人は何ともなかったんですけどと、私を含めね、先輩は何もなかったんですけど、写真を持って帰ろうって言った先輩は行方不明になって、自宅で首吊りしてなったと。みたいです。そこまで行ったの？マジ？ガチで？信じられないと思いますが、本当の話ですと。その人が返さなきゃダメだったんだ。返すか返さないじゃなかったのかもしれないけどね。まあもう時遅いかもしれないけど、行動自体がもうダメだったのかもしれない。一応思い返してみると、その手術室の後からナースの姿がなかったらしい。だからよくわかんないですけどね、普通に考えたらそのナースがなくなるようにしたんじゃないですかみたいな。すごいだろ。結構ヤバめの終わり方してる。ヤバ、これはヤバいだろ。ヤバくない？ヤバいな。本当にやばいよね。俺らだったらさ、なくもないなって思えちゃうよね。まあそうだよね。まあね、SSS とか行くスポットってマジでやばいじゃん。やばいね。なんかさ、何もさ、ふざけたこととかはしないじゃん俺ら。それであれじゃん、それで失礼なことしたらなんかどうなっちゃうんだろうなとは思うよ。確かにね。まあ確かに切れたら結構何でもできちゃいそうだもん。いや、そういう話聞いちゃうと余計ね。皆さんもね、心霊スポットでまあ、場所を荒らすとかね、物壊すとかいうのは本当しない方がいいと思う。いや、本当やめろ、本当やめろ。良くないね。本日の続行は以上となります。いや、えぐいわ。すごい怖い、マジで怖い。すごい。自分で言うのもなんだけどね、レベルおかしいよね。おかしい、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 おかしい。最近ちょっともうヘビーすぎるやつが最後に飛んできた。ほんとにそうだ。もうちょっとマイルドヘボい話してほしい。これで皆さんもね、ゾッとして楽しんでいただけたと思います。いや、そうだよ。これはね、視聴者さんの体験談のお話なので、いっぱい応募してくれないとこの企画続けていけませんので、霊体験ある方はこのメールアドレスに送っといてください。お願いします。お願いします。ほんまによろしくお願いします。お願いします。お願いします。チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。お願いします。お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。 バイ